これはちょっと、じゃあ上からちょっとブラに分かれました。じゃあそんな感じで。普通に食べちゃう人結構いるんですよ。結構食べてる。でもなんかあんまくどくなくて食べやすいですね。結構強いから。緑だったらまだいいですよ。緑だったらもう強いですね。なるほど。ネットさん舞台の銃帰宅に、潮日曜日の事件を例は、日本は共同代表案の15日参議院本会議で可決成立。いやー、食いました。この顔は見るとゴールみたいです。もう大満足です。もうこのボリューム満点最高でしたね。うまかった。はい、ということで豊平探偵団さんでドフラーメン食べてきました。いや、量すごいんですけど、あれで800円ちょっとね、ちょっとコスパ良すぎですね。もうね、なんかちょっと甘辛いんですけど、そこまでくどくないんで、なんていうんですか、 1.5 キロあったんですけど、まあ、飽きずに食べることができました。またね、今回はね、他の定食メニュー、ご紹介することできなかったんですけれども、どのメニューもね、まあこう若者のお腹にガツンとくるような、ボリューミーなメニューたくさんありますので、ぜひね来てみてください。こちら豊平区平岸にあります豊平探偵団さん、お近くにお寄りの際にはぜひ来てみてください。以上、あっちでした。